我が輩も猫である。名前なんか知らない。もちろんどこで生まれたかなんて見当もつかない。捨て猫カフェでニャーニャー泣いていた。それが俺の最初の記憶。そこにはいい猫も悪い猫もたくさんいた。だから悲しいなんて感じたことはなかったけれど、俺はいつもイライラしていた。人間という生き物がその捨て猫カフェに来たからだ。メガネをかけた学生に、女の子の友達同士、手の冷たいおばさんと太ったおじさん、さてどの子にしようかな。そんなことをつぶやきながら、人間たちは何十分も何時間だって俺たちをじろじろ見た。一緒に寝ていた猫は優しそうなお姉さんに引き取られた。いつも遊んでいた猫は売れない小説家に連れて行かれた。選ばれた猫も随分誇らしそうだった。それを羨ましがる仲間もいたけど、俺は憧れたりしなかった。人間なんて信用できない。どこに連れて行かれるか分かったもんじゃない。白いライトが眩しい猫カフェだけが自分の生きる世界だと信じていた。アンナが店にやってきたのはそんな時だった。熊のぬいぐるみを抱え、ふてくされたようなアンナを見て、俺はすぐにピンときた。この子は俺とそっくりだ。アンナも同じだったに違いない。ママとパパに背中を叩かれ、しぶしぶ顔を上げたアンナの目がみるみる大きくなっていく。そしてアンナは俺を指さしてこう叫んだ。私、あのチビ猫ちゃんがいい。俺も思わず叫んでいた。にゃー。